約2年ぶりでしょうか、トレーラーなしで長距離の旅へ出たいと思います。バンライフ。なんで黙ってんだよ。え、なんて言えばいいの。久々のハイエーススタイル行きましょうか。 OK、 終わり。 Here we go!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  Alright!よし、到着。寝てんのかな、私。おはようございます。今夜の車中泊スポットはこちら、風穴の里ですね。道の駅泊まりました。こんな感じで、夜中1時過ぎに着いてるんでね、仮眠スタイルで、ゆっくり休みました。時刻は8時ですね。出発したいと思います。小鳥さん、おはようございます。はい、オーソドックスな車中泊スタイルに戻してみたんですが、実は意外と快適だったっていうことにね、改めて気づきました。よし、1日目の朝ですね。今日はここから飛騨大鍾乳洞へ向かう。時刻は8時30分、30分寝坊しました。出発しましょう。今日も安全運転で。Here we go! これが上高地ですか、見えてるのは。この辺から上高地にバス乗り場。ここですね。ここからマイカー規制が入っているので、車で来れるのはここまで。ここからバスに乗って、ここから先はバスとタクシーしか入れません。ここからだね、このトンネルから。いってらっしゃい、釜トンネル。バイバイ。この先、上高地だそうですね。到着しました。恋人たちの聖地到着。鍾乳洞、さあやってきました。飛騨大鍾乳洞、標高1250m、日本で一番標高の高いところにある鍾乳洞だそうです。大橋コレクション館、
美術博物館だそうです。大橋さんという大富豪が集めたコレクションが見れるそうですけども、なんかめっちゃデラックスだなこの辺。鍾乳洞というよりなんて言ったらいいの、これ恋人たちの聖地だそうです。なぜ恋人たちの聖地なんだろう鍾乳洞が。恋人たちの聖地と言われるだけあって、このラブラブエマものすごい数であります。ものすごい数でラブの言葉がね今溢れ返ってるので、これはいいパワーをもらえそうな気がします。葵さん、いい恋ができそうだね。返事せんかい。なんだこれ、でっかい鉄鍋、日本一すくな鍋、リリン日本一なんちゅうポーズなんだこれ。はい、鍾乳洞ざっくり紹介します。こんな感じになってるらしいです。今日はね最後のこの第三出口まで行きたいと思います。大人1100円、小中学生550円、中は9度、まあ、そこそこ寒い。コレクション館は撮影禁止でそうです。なんとですね、この大橋コレクションを見てからじゃないと鍾乳洞に行けないシステムだそうです。強制的に大橋コレクションを拝見していきます。大橋コレクション侮ってたね。やばい、やばい。ぜひね、鍾乳洞、ここ飛騨大鍾乳洞来たら大橋コレクションをじっくりと見る時間を作ってきてください。あの撮影禁止だから一切撮影はできなかったんだけど、もうぶっ飛ぶコレクションたち、鳥肌がね止まらなかったぐらい。なんでこんなに持ってるんだ。うん、天然パーマライフ超絶おすすめ大橋コレクションというわけで、早速鍾乳洞ね入っていってみたいと思います。いいか青い、行くぞ、うん、ここからは鍾乳洞の冒険だ。さあ、これがね大橋さんが発見した鍾乳洞ですね。行ってみましょう、レッツゴー。怖いよー。あ、すごっ、いきなりひんやり。早速いた鍾乳石、小宝地蔵、スタートから 100m が一番見どころだそうです。3億年前。あ、これこれこれ、3億年前の化石になってんだ。うわー、すごい。この辺もそうだ。非常にスティープな階段です。気をつけて登りましょう。うわー、ヘリクタイト、あの辺ね。いいよ。レッツゴー。第1洞、第2洞、第3洞と分かれており、すごい。すごいね。いやー、歴史、ものすごい地球の歴史を感じるね。で、石がこんな形になるんだよ。石っていうの、岩っていうの、すごい。大本堂近くいます。鍾乳洞の天井は大三層と分かれており、何千年だよ青、この形になるのに。何がすごいってね、この大鍾乳洞を我が家だけで貸し切ってるっていうのが 何よりもすげえ。あー、宮殿すごーい。うわー、夢の宮殿、夢の宮殿、うん、いやー、すごいね、ほんとね。国会議事堂、確かにそれっぽく見えるっちゃ見える。この先急階段100段、 Here we go。さあ
軍用トンネルなんでね、人が作ったトンネルです。これなんだこれは。あー見てこれすごい。何万年という時間をかけて作られたこの鍾乳石を触る、何万年という地球の歴史に触れてみる、これが王冠です。高松の宮殿下が伝来しました。確かに、あれか王冠、確かに。さあどん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 険しい洞窟、我々川口探検隊は奥飛騨に存在するという幻の鍾乳洞へやってきた。月の世界を行ってみたいと思います。めっちゃスティープな階段。うおー、月の世界を見てみましょう。てってれー、すごいね。うわーすごい。いやーすごい神秘的な世界だったね。あれが地球が作ったアートだね。さあ出口、お疲れ様でした。我々の洞窟の大冒険もおしまいです。無事脱出成功。すごかったね鍾乳洞、めっちゃ楽しかった。何が一番記憶に残りましたか。月の世界、やっぱり俺も。さあ想像以上に良かった飛騨大鍾乳洞、そして大橋コレクション、次行ってみよう。ランチはこちらです。万人橋ですね。一体どこにいるんですかね僕らは母ちゃんが見つけました。行ってみましょう。カツ丼があと中華そばが人気です。はい、でしょうね、書いてあるし。あ、ここいいね、広くて。ちょっと何この価格帯、めっちゃ安い。おすすめカツ丼だ。めっちゃ安い。カツ丼が600円。おい、本当かよ小鳥。ドゥンドゥン、カツ丼と中華そばいただきます。うん、シンプルだけどすごい美味しい。飛騨って中華そばなのね。続きましてカツ丼行ってみたいと思います。肉厚のカツカツ、うん、うまい。和風だね。ごちそうさまでした。美味しかったね、万人橋。それでは次の目的地がいきなり金沢市街ですね。今ね、岐阜県だよねここね、岐阜県高山市。ここから一気に石川県の金沢へ向かいたいと思います。さあ高速道路に乗って、ここから一気に中部縦貫道、これに乗って高山方面を目指します。バイバイ飛騨。バイバイ飛騨清見インター。区間はここで終わり、ここから有料区間になります。今回はこの白川郷方面、 Here we go。 今回は白川郷も寄りません。今回は一気に金沢方面にワープしたいと思います。世界遺産すら観光しない我が家のスタイル。はい、素通り。さて、金沢市内に入ってきましたね、はい、途端に都会。あとね、10分で、今日の目的地に着きます。今日の目的地、このドライブの間に変わりました。え？今からアートに触れに行きたい。アート言えないですね。アートブスか関係ないじゃん、ブスコ。これ兼六園ですね。兼六園、さすがだね、すごい。これが金沢城、後ろ姿。
カレルの部屋へようこそ。カレルの部屋へようこそ。あなたたちは選ばれしカレルの住人です。カレルって何ですか？カレルの住人です。何カレル？わかりません。そういうわけで今日は全ての展示物が無料で拝見できるらしいです。例えばこれとかもね。これ何？何って言われると、まあなんか自転車、パトリック・トゥ・オフコさんの作品。これに乗っていい？やった。俺じゃあこれお願いします。乗ります。じゃあこれに乗らせてもらいます。はい。乗れますか？カラフル。さあ次は青井選手、選手交代です。いいね。レッツゴー。シュールですね。変な気分。無駄に目立つところがいいね。青井さんどうですか、乗り心地？こんなチャンスないよ。え、じゃあ私乗ろうかな。いやちょっとこんなド派手な乗り物乗ってる人どんな人なの？うわー、妻だったよ。目立つとかいうレベルじゃないよ。これで迎えに行くね。どこへ？どんな帰りとか。来ないでよ、恥ずかしいから。さよなら。さあ次は話題のプールへ行ってみましょう。本来は有料の展示だけど今日は無料。ただこのプール下に人がいないと何の意味もない。本当はね、この中に人が入れるんだよ。そうするとほらプールの底に人がいるみたいに見えるでしょ。だけど今日下に人が入れないから、つまりねただのプールを見てる。あ、そういうこと。うん、こんなに人が来てね、ただのプールを見てる。シュールだね。ただのプールを見る人々。何を感じる君たち、俺にはさっぱりわからん。喪失の美学。この下までが全てでコンプリートなんです。ルートインですよ、ここ。今日ね、お風呂に入りに来ました。決してまた泊まりません。お風呂だけ楽しみましょう。え、ここ泊まるの？夜ご飯はここ。台湾料理。なんていうの？まあ、いわゆる町中華なんですけど、めちゃめちゃ Google マップの評価が高かったので決めました。行ってみましょう。こんにちは。また漫画読んでんな、なんか。やった。めっちゃうまそうだぜ。このニンニクと一緒に食べるといいよ。うまっ。小鳥さん、これ一人前とは思えない、すごい分量しちゃいましたけど。すごい。唐揚げ超でかい。すごいね。みんなでちょっとシェアして食べてもいいぐらい。台湾チャーハン。いただきまーす。両方出せる。この匂い、うん、台湾っぽい。すごい本格的。めっちゃうまい。ちょっとかじっちゃったけど、唐揚げがこんなサイズでかすぎ。青い角煮ラーメン。
美味しい、食べ比べて。ごちそうさまでした。美味しかったね、すごい美味しかった。俺めっちゃお気に入り台湾チャーハン、すげえうまかった。きっとまた来るはず。潮騒聞こえますでしょうか。この潮騒を聞ける最高の車中泊スポットを今回は見つけました。僕たちの大好きな海の目の前にですね、目の前にはなんとこんな綺麗なねトイレも24時間使えます。そしてご覧の通り我が家のみで貸し切りです。というわけで今夜の車中泊スポットはこちら。さて、だんだん車中泊スペースが完成してきております。イエス、時刻は8時ですね。ああ、いいですね。はい、車中泊タイムになりましたけども、一旦ね、ちょっと父ちゃん母ちゃんは、はい、まだ今日平日なんですよね、世の中は。お仕事なんで、ね、ビール飲みながら残務を片付けまして、これから映画タイムでもしましょうかね、うん、映画タイムです。今日はスーパーマリオブラザーズ、しかも音響を車のスピーカーから撮ってるのでめちゃめちゃ大迫力。これは映画館見に行ったでしょ。勝俣でしょ。おはようございます。今朝の車窓からこちらです。てってれー、海最高。今日のロケーションこんなところでした。今日のロケーションはこういう場所でした。最高でしょう。貸し切りでした。朝だぞ朝だぞ朝だぞ、起きろ。さあ今日もね、いいロケーションで目覚めましたんでね、遊び尽くしますよ。ちょっとね、風波が立ってますけど、まあ当然ノーサーフですね。残念ですが、与謝野晶子が読んだ詩があるのがこのあたかの関と。いろいろあるね、あたかの関。うわすごい。灯台もあるし、ちょっとじゃあその辺サクッと行ってみますか。そんでみんなは絵を描いてんだ、この像の。はい、そうなんだね。歌舞伎の登場人物さんに、うん、松本幸四郎がやったってやつなんね。おはよう。おはよう。絵描いてるところ失礼。火の道。弁慶像。ユーチューバーですか。はい、そうです。本当ですか。本当だよ。本当だよ。え、なんて名前ですか。天然パーマライフって。天然パーマライフってユーチューブで調べたら出てきますか。出てくる出てくる。じゃあ見てみます。すぐ。ユーチューバーやって。登録してね、天然パーマで探して。映りますか。映ったらダメでしょ、みんなが怒られちゃうよ。中見せてもらえるみたいで、お願いします。レッツゴー。今中でね、あのあたかの席のお話を巫女さんから聞かせていただきました。非常に貴重なありがたいお話と、それから歴史的由緒ある版画、ね、撮影できなかったんですが見せていただきました。ありがとうございました。ラッキー。てん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 、いいところ来ちゃいましたね、うん、何も知らなかったとはいえ
こんななんか由緒あるところだとは思いませんでした。はい、超ラッキー。なんか変な音してる。ほら、なんか変な音してるよね。さあ、おじさんやってきましたね。ここは何ですか？はい、そうです、サイエンスヒルズ小松ですね。ひくり科学館。まずは無料で入れるんですか？ありがとうございます。なんとダンスでお出迎え。かわいいやつだな。ワンダーランドへ行ってみましょう。これやって、お腹と太ももにつけてね。だってあ、飛びすぎ。真ん中の時にジャンプするんじゃない。宇宙ステーション輝きに入りたいと思います。トイレ吸い込むタイプなんだよね、このトイレ。こっちがうんこで、こっちが正面。あ、これ寝る時の部屋だ、寝室。あれ、この間も最近見たよね、こういうの。どうでしたか、小鳥さん。サイエンスでしたね。たくさんの山々に囲まれるとこで、ね、やってみようか。小松駅。やっぱり今日は観光客は少ないね。あんまりいない。小松の展示場にやってきました。すごいね、これ。本物？本物だ。これって本物？あ、搭乗時間10時からなのに。大地を掘り、土砂をすくう作業機、超大型油圧ショベル PC4000。 てってれー。うわぁ、でっけぇな、これ。マジか。半端ねえぜ。しかし、今日、これも今日は乗れない日？ほんとかよ。あ、乗ってみたい。乗らせろ、乗らせろ。あいつのお尻。タイヤがやばいね。すごいね、これ。この大きさ。これ実際にチリの鉱山で活躍してたそうです。10年ぐらいね。人の大きさから比べるととんでもなくでかいことがわかります。小松やべ。小松駅周辺を散策しております。特になんもない。じゃあなんもない。JR 小松駅、新幹線が止まる駅ですけども、2024年3月開通したばかりのね、超新しい駅でした。よし、移動じゃ。ランチはここ岩本屋ラーメン。てん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 。煮干しそば、煮干しそば、煮干しそば、いただきます。うん、濃厚。シェアができなくなった。ごちそうさまでした。美味しかったぜ、岩本屋。また来れるといいね。到着しました。ホビー502ラジコンコースですね。ここはメンテナンスルーム。泣いたー。
設備も完備しているので、なんと夜も走行可能です。ラジコンショップ、久しぶりに来たラジコンショップ。葵さんどっち？葵さん、このミニグラスホッパー、こっちジープ？ジープタイプ。もうやっていいんですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ持っていきましょう。みんな自分の車を持って。すげー本格的。うまい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 。こっちは本気の人たちのラジコンです。半端ないですスピードが。うおー、はえー、めっちゃ楽しかったホビー502、中学生時代に戻った気分でした。あー、でっかいところだ。これは安心。ということでフレックスさんに来ました。フレックス金沢店。ありがとうフレックス金沢店、命の恩人です。さて今夜はここに泊まりますかね。また海、いいですね、オンザビーチ。あ、でもいいでしょここ本当マジで。いや、いいと。あー、裸足気持ちよさそう。青い、こんなに海までビーチまでね入れるっていうのもなかなか。今夜も海で泊まりますかね皆さん。ね、小鳥さん海大好き。ちょっと風あるかな。でもな、いい夕日です。そして今夜のお風呂はこちら、展望温泉ほのぼの湯と、ほのぼのしちゃいたいと思います。さてナイスサンセット、ナイスナイスナイス。今夜の車中泊は On the beach ですね。さあ本日はお惣菜&弁当ですね。まあね、この最高のサンセット、サンセットビーチで食べましょうか。誰かが、さて車中泊ナイト、今夜もね子供たちはゲーム、妻はスマホ。自分だって今スマホ見てた。おい。今夜はちょっと昨日とまあ同じ海なんだけど、うん、なんか完全にビーチに泊まってるので、ね、いつものビーチっぽい感じがするね。そうだね、久々にこういうロケーションめちゃくちゃ気持ちいいですね。さあ映画見ます。いいものはかなり良かったぞ。ムービーナイト。おはよう。朝だよ。先ほど目覚めた時間は5時、そしてただいま時間は8時。大寝坊ですね、大寝坊。
海はいい、とりあえず。さあ、葵さん、朝ごはん行きましょうか。陸上部のお兄ちゃんお姉ちゃんが走っているのを横目で眺めながら、我々は朝ごはんです。めったいおにぎり、いただきます。具いっぱい。金沢大学陸上部のトレーニングですね。今日観察させていただきたいと思います。日傘ですね、今時の JD 陸上部マネージャーは。日本海内灘でした。さあ今日も出発しましょうか。すごいのんびり。10時半ですって。今から奥能登に向かってね、出発したいと思います。行きましょう。パンパンスパパンパンスパパン。準備はいいかね。あい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 。 Here we goと山ガイド。千里浜渚ドライブウェイですね。あ、ほら通行ができる日とできない日があるんだね。さあ行きます。こうやって常にウェットな状態なんだ。だから走れるんだね。なるほど、巻いてんのかな。うん、ここが渚浜ハイウェイですね。もうね、完全にビーチを走れます。すごいね。路面はウェットなんだね。だから肉でも安心して砂浜走れる。これは塩水が被るのかね、小鳥さん。そんでこうウェットの道路になるのかな。 I don't know。 ねえ、そうだよね。知ってるわけがない。金沢といえばゴーゴーカレー、ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレー。チン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 。本場金沢でゴーゴーカレーいただきます。うまい。こんな状態、駐車場ですら。関門行く手前ですね。多分この先もこんな状況なのかもしれない。こういう状況です。完全に裂けちゃってますね。地が裂けるとはこのことですね。すごいパワーだ。めっちゃ綺麗。すごい綺麗だね、これ、海が。はい、それでは能登の遊覧船に乗りたいと思います。乗る船はあいつだ。てってれー。行きましょう。ねえ、すごい期待しかない。あ、洞窟もある。やってきました、岩門号。こんにちは。お願いします。どこでもいいな。ここでもいいよ。外がいい。それは外がいいやね。貸し切り？さあ出発だ。出航。水がきれい。能登航空の要。船は岩門入口に参ります。あれが岩門。幅6メートル、高さ15メートル、奥行き50メートルほどあり、小舟が水
だんだんだんね、被害のレベルが大きくなっていきます。道路はね、結構陥没していたりとか、避けていたりしている場所、それから崩落している場所がこんな感じね、増えてきてます。こんな感じですね。はい、ここは完全に土砂崩れですね。地滑りが起きています。やばいね、この土砂崩れは半端ないっす。もう至る所で崩落が起こってます。輪島市に入りました。帰ってきたよ、琴ヶ浜。ここですね、思い出の琴ヶ浜やってきました。なんと琴ヶ浜も岩が崩落しておりました。これが現実ですね。どこもかしこもやはり大なり小なり被害は受けてますね。さあ、今夜のディナー、こちらがディナー会場となっております。なんということでしょう、この景色。小鳥さんが今ディナーをセッティングしてくれています。ご飯を食べたこのベンチもまだまだ存続しておりました。この辺も多分壊れちゃったね、震災で。さあ、ビーチ、今日はノーウェーブですね。前回は波あったんで、ここでサーフィンできましたが、ちょっと小さすぎますね。ノーサーフです。あれ、あそこも崩れ落ちた、もしかして。誰？あそこほら、青、この辺崩れ落ちてるよ、うん、ねえ、こうだ、反り立ってたんだよね、岩肌が、岩山が。見て、青、通路の真ん中を塞いでる。ここから落ちてきたんだ。こんなのが落っこちてきたのかよ。3年前になるのかな、もう。ここはね、岩壁でした。で、下にね、ちっちゃい洞窟があったんだけど、完全に崩落しましたね。洞窟なんかもう跡形もありません。地震の大きさをこう知るのには十分な崩落現場じゃないですかね、ここ。トトロ岩だったんだけど、もしかして崩れちゃってないかい。ほら、崩れてない。崩れたか。おー、完全に倒壊。だん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 被害のレベルが大きくなってきますね、北に行くにつれて。そもそも道路がね、もうすごくうねってる状態です。ちょっとこの辺は被害が大きいね。あー、完全に倒壊してる。うわー、後ろの方もだ。うわー、こちらすごい。あー、わー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 。この辺りもかなり揺れが大きかった地域ではないでしょうか。うわー、すごっ、めっちゃ崩れてる家。あー、これがリアルです。ほら、こうやって道路がね、完全に沈んじゃってるんだよね。皆様覚えてますでしょうか、このファミリーマートは。そう、私と妻が事故を起こしたファミリーマートですね。コンビニの駐車場なんですが、父ちゃんの不注意でエースケとモビゴンがぶつかってしまいました。良くも悪くも思い出の地となってしまいました。車いるよ、この青いパイプ。多分水を送り出してるんじゃないかな。簡易的な水道パイプだと思います。右側が崩落、左側も土砂崩れ。さあ、帰ってきました、岩車。そうです、私たちもお世話になったのと、田舎バックパッカーハウス見えてきました。さあ、帰ってきたよ。さあ、到着しました、田舎バックパッカーハウス。3年ぶりかな。我が家のように慣れ親しんで暮らしています、田舎バックパッカーハウス。ここでの生活も残り2日、全力で楽しみたいと思います。パッと見はそんなに損壊というか被害は
ひどくはないように見えるのですが、瓦が落ちる可能性があるということで要注意ですね。要注意物件。ご無事で。